死人になって分かったこと。これは先輩から聞いた話です。先輩がまだ中学生だった頃、当時の音楽の先生は女性でした。その先生はよく昔から曰くつきのものを見たりするそうで、そういうものを初めて見たのは幼い頃にかくれんぼをしている最中に見つけた首吊り死体でした。その首吊り死体は友人らと見つけました。それを見てから先生は死者に対していろいろと体験してきたそうです。その体験とは、死者が会いに来たり、目的もわからないまま死者から見られていたり、死体を見つけたり、そういう話を先生が退職する頃の年の冬頃から、音楽の時間の空いた時間に手短に話すようになっていました。当時の円形校庭の奥の建物が音楽室で、昼でも結構嫌な雰囲気がする場所でした。その円形校庭自体が曰くつきで、先生の話も実話であったため、生徒からは結構マジで怖いと評判でした。そんな先生が最後の授業の時、私の先輩がその授業を受けていました。そして唐突に、今日は音楽の授業をやめて話をさせてくださいと先生が言ったそうです。もちろん怖いものが苦手な生徒もいたのですが、先生いいよ、最後だしという感じで生徒らは承諾しました。先生は怖い話を生徒に聞かせたことは間違いであったと謝罪の言葉を述べ、涙を流しました。だけど今日は伝えたいことがあるので、今日を最後に私の体験を他人に話すのをやめます。だからあなたたちも面白半分で他人に話すのはやめてねと言って話し始めました。先生は昨晩、つまり最後の授業の前の日の深夜に友人が会いに来たと言っていました。その友人は昔からの知り合いで、ガキ大将で体格が良く面倒見のいい男子だったそうです。その友人が枕元に立ち、明日でもう話すのは最後にしないかと言ってきました。先生は夢か現実か分からず、なんでと聞き返すと、俺死んだんだわ今日とその友人は言いました。友人は続けて、死人になってから分かることもある。死人のことを話すのは思い出を語る時だけでいい。死人を恐怖の対象として話されるのはすごい嫌な気分になる。だから明日俺の話をして最後にしてくれとお願いをして友人は消えたそうです。最後の授業の日の朝、先生は友人の実家に電話をしました。親が電話口に出られ、彼は昨日の夜19時頃に事故で亡くなったと聞かされました。先生はずっと泣きながら最後の授業でその話をしました。そして生徒らには連絡先を教えず、翌日には引っ越してしまったそうです。それ以来、先生を見たという話は聞いたことがないそうです。